イカルスは、1936年浸水のイギリス海軍の駆逐艦 I。IQ。1936年3月16日寄港。同年11月26日浸水。1937年5月3日収益。第二次世界大戦開戦時は、地中海にあり、1939年9月にギリシャ商船と衝突して損傷した。修理後本国艦隊へ移り、 11月29日には、ドイツ潜水艦 U35 を沈めた。1940年4月、ノルウェー沿岸への機雷不施作戦に参加。そして、その後も、ノルウェーでの作戦に従事。ついでダイナモ作戦に投入される。ダイナモ作戦後は1941年4月まで、機雷不施作戦に従事する。1941年7月に、 キルケネスとペツハモに対する空襲、8月にスピッツベルゲント攻撃に参加。1942年になると、ソ連へ向かう戦団及び、ソ連から戻る戦団の護衛に投入された。イカルスは、PQ2, QP2, PQ7, QP5, p q p 2 p q 3 QP9, p, p, p q 6 QP12, QP15, JW51 バイト、 RA52、JW53 RA、RA53 JW RA 戦団の護衛に当たった。また、1942年6月と8月には、イカルスは、地中海で、ハープーン作戦及び、ペデスタル作戦に参加している。RA53 戦団の護衛後も、終戦まで、主に戦団護衛に従事し、戦後の1946年にイカルスはスクラップとなった。 ありがとうございます。